見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。秋篠宮家の長女眞子さま29との結婚を26日に控え、小室圭さん30は18日、秋篠宮ご夫妻に挨拶するため、横浜市内の自宅を出発し東京、元赤坂の赤坂御用地へと向かった。先月27日に留学先の米国から帰宅した際には後ろで束ねたロン毛はバッサリと切られ、さっぱりとした髪型だった。小室さんが秋篠宮ご夫妻と会うのは約3年2ヶ月ぶり。渡米直前の2018年8月4日に赤坂御用地に赴いて以来となる。米国での生活状況などのほか、国民の批判を招いた小室家の金銭トラブルへの対応も説明するとみられる。ビデオ通話で3年以上やり取りを続けてきた眞子さまとも再会する。午前7時47分、30人ほどの警備が敷かれた厳戒態勢の中、自宅を出た小室さんはカメラに向かい一礼。両手に荷物を持ち、硬い表情で車に乗り込んだ。話題となっていた、ちょんまげ、スタイル。この日は入念に切り揃えられていた。関係者によると、前日17日に自宅に美容師を招いて自身のロン毛を散髪したという。小室さんの髪型をめぐって、宮内庁関係者は、長髪が悪いわけではないが、TPO に合わせた身だしなみが求められるのは当たり前。さすがにあの髪型では秋篠宮様にお会いできないでしょう、と指摘していた。小室さんは2018年8月、弁護士資格の取得を目指して渡米し、ニューヨークの法律事務所に就職した。今年7月に現地の弁護士試験を受け、結果は12月中旬までに判明する。9月末に一時帰国した。二人は17年9月に婚約が内定したが、金銭トラブルを指摘する週刊誌報道が相次ぎ、18年2月以降、結婚が延期になっていた。秋篠宮様は同11月の誕生日記者会見で、金銭トラブルに関し、相応の対応を求め、国民の納得を結婚の条件に挙げられた。今月1日に宮内庁が結婚を正式発表した際には、多くの人が納得し、喜んでいる状況ではない、との認識を改めて示していた。